はい、それでは今日もね、素敵な石をまたご紹介させていただきたいと思います。今日もご紹介するのはレムリアンということですよね。まあもちろんオリジナル鉱山でね、採掘されたレムリアンということ で、前回こういうね、小さなタワーですよね、これをご紹介させていただいたと思うんですけども、その時にね、この横に大きなね、レムリアンがあったと思うんで、いよいよね、ボスの登場ということで、今日はね、この子をご紹介したいと思いますよね。で、またね、もう一回り大きなこの子もあるんですけども、この子はまた別の動画でご紹介したいと思いますけども、今日は一回り小さいこの子ですよね。これのご紹介をしたいと思いますよね。で、これがね、重さが約3キロ弱ですよね。2.9 キロぐらい。結構重いです。まあ、片手で持つには結構重いですよね。で、こういう形になってます。ね。で、これもね、あの上の部分、この部分ですよね。まあ、ここの透明度がね、まあ、高い。すごく美しい。そして虹もね、結構出ます。ね、そこからじゃちょっと分かりにくいかも分からないですけども、ね、結構虹も出ます。で、上の部分の透明度は高いということで。で、もちろん上はもう痛いぐらいですよね。で、これをね、今日はご紹介させていただきたいと思います。まあ、見てください。ね、まあ、美しい。ね。もうたまらないですよね、これが家にあるとね。で、いつもあのご説明するんですけども、これもね、底が平らになってますから、どこにでも置けます、ね、で、このサイズですから、もちろん玄関でもいいですし、ただやっぱりね、あの人がね、集まるところに置いていただきたいですから、やっぱりリビングとかね、そういうところでみんながこう集まるところにね、置いていただいて、話題の一つにしてもらえたらいいんじゃないのかなと思いますよね。まあ、自分だけじゃなくて、当然ね、そこに来る人、お客さんもね、やっぱり気持ちいい、空間で、あのいいと思いますからね、そういう形で置いてもらってもいいんじゃないのかなと思いますよね。で、今日はね、あのベランダでね、撮影したんではなくて、今日はね、森に行ってきました。ね、山の中でこう撮影してきましたので、そのね、映像も見ながら、少しね、癒されていただいたらいいんじゃないのかなと思いますよね。まあ、最高です、これね。レムリアン好き、そして水晶好きの方にはぜひおすすめしたいポイントになってますから、この後ね、詳細な動画をご覧くださいということで、今日はこの大きなね、レムリアンのタワーをご紹介したいと思います。